大堀123のちょっと聞いてよ20分。さあ、こんにちは、大堀123でございます。さあ今日は3月15日のね、ちょっと夕方になりました。16時47分に収録でございます。さあまたね、ここ数日ちょっとね急に寒くなりました。ちょっとこちら福岡は寒いという感じがいたします。一時ねすごい暑いぐらいね、あれだったんですけど、またね、その間雨が降りまして、雨が降った後もう本当急激に温度が下がったみたいな感じになってますけどもね。まあ暑い寒いね、すごい寒暖の差が激しいこの3月ですから、まあ仕方がないという感じでしょうか。さあ、この間はね、ちょっと YouTube ラジオ久しぶりにやりまして、まあちょっとね震災の話なんかもちょこっとしましてですね、まあやっぱりね、こうやって僕も動画投稿活動一生懸命やるということが一つのまた、まあ、復興じゃないけどそういうのもなるんじゃないかなと思ってね、本当にこの動画投稿活動も続けていきたいなと思います。アコースティックが好きな人ね、弾き語り大好きで音楽好きな人、そんな人のためのね、チャンネルにしていきたいし、このちょっと聞いてよ20分、特にアコギとかね、そういうの中心にいろんなことをやっていきたいなと思いますんでね、音声のみですけど、ぜひ耳を傾けていただきたいなと思います。さあ、早速ですが、今日はね、カナダ、今はもうカナダないんですけどね、アメリカも代表するですね、本当に、素晴らしいメーカーです。ラリビー、知ってます？最近ね、あんま最近ラリビーって聞かないですけどね、そのラリビーのね、C09 っていう、まだね、90年代のやつなんですけどね、この持ってるのがね、ちょっと紹介したいと思います。ちょっと待ってね、よこせ。はい、持ってきたよね。早速このサウンドレビューをやるってことでね、前はルックスレビューをね、アコギのスメの方でやってますのでね、見た目はそちらご覧ください。さあちょっと早速、ちょっとストローク、これね、じゃあちょっと早速やってみるけどね、一応一応これはっきりしてるよね。今ちょっとバッと弾いてみたけども、これ実はですね、まあサイドバック、ローズウッド、トップはですね、カナダ産ヒトカスプルスということでね、まあね、やっぱスプルスというのは北方で取れよく取れますけども、やっぱり北方であるからこそ、そのカナダとかね、やっぱもうおそらくスプルスなんか取れる場所でしょうからね、本当にね、目の詰まったね、いい感じの木目、そして透明ピックガードになってるんですけどね。でね、フローレンタインカッタウェイです。今あまり見られなくなりましたけどね、これもね、実は C09 ってね、今も現行品一応あるんですけども、なんとですね、一時生産がね、されてなかったやつでね、これは生産され、で一時中断する前のモデルなんです。僕はもう今弾いてるのね。まあ、ちょっと身内から何故かもらっちゃったんだけどね。で、今の現行品、定価がね、もう40万以上するのよ。うわぁ、まあ、もちろんね、その、店で売られる場合もちょっと低いと思うんだけど、すごいね、今は、この、買ったね、当初っていうのはね、ちょっとね、なんか、安く結構買ったみたいです。うちのおじがね、おじに身内なんですが、買った時はなんか結構安かったらしいんですけども。でね、これがね、ほんと特別すべきものがね、トップとね、サイドはちょっとわからないんだけど、トップとね、バック。これね、正真正銘1枚の板からこれ切り取って作られてるんですって。これラリビーってすごいよね。普通ほら、大概のギターっていうのは普通ね、例えば2枚の木をそのね、貼り合わせるというか、いわゆるこう、本みたいにさ、こう本当に1枚の木からこうスパッと2分割して、それをスパッとこう貼り付けてトップとかバックってできるんですけどね。だけどね、これに関してはね、本当に1枚に入れたからっていう、だから相当ね、でかい木使ってるんだと思うんですけど、でも本当に、すごい張りがあるでしょ、この音がね。すっごいね、まあ、さっき言ったけど、一弦一弦がすっごい、特に低音なんか、ものすごい硬くてはっきりした音がするって、もうこれ、すっごいハマる音だよね。ただこれ、マイク乗りがいいかどうかはまた別の話なんだけど、でも少なくとも僕はこれ、好きな音です。
カントリーとかすごい。ねえ、まあこんなさっきのフレーズやってみましたけども、カーターファミリーなんかやったらもう抜群じゃない？ねえ。これね、はっきり言ってね、ギブソンよりもすっごいはっきりした音がするんですよ。まあ、かえってはっきりしてない方が実はマイク乗りはいいのかもしれないんですけど、すっごい倍音もあるし、やっぱこれサイドバックはローズウッドだからだと思うんですけど、でまあ一枚の板をつく、まあ表裏板ともに一枚の板から作られているということもおそらくあるんでしょう。そしてね、これ一番特筆すべきなのはね、もちろんそれもあるし、でフローレンタインカットやという、まあ最近ね、もうギブソンで言ったら CF100Eだね、っていうぐらいしかないでしょ。あんまり聞かないもんね。とか、あとヤマハとかで例えばカスタムなんかオーダーなんかするときに、フローレンタインカッターウェイのやつっていうのはあるみたいなんですけど、納期がやっぱ6ヶ月ぐらいかかるって。それぐらいやっぱりもう最近珍しくなっちゃったフローレンタインカッターウェイ。昔は流行ったらしいですけどね。で、それね、まあ、一つはその、ラリビの最大の特徴といったら、まず1話で、だからそのトップバックが少なくともですよ。トップバックは1枚の板から本当に作られている。そして、まあ、この C09 に言えることですけれども、このフローレンタインカッターウェイが言ってて、その2ですね。その3、ラリビのほとんどが実はミディアムゲージ仕様なんです。これがすごいでしょ。だからすっごい太い音が出るのよ。でね、ミディアムゲージって普通ほら、通常だとライトゲージって言ってさ、ちょっとそれが標準の弦の太さじゃないですか。ね。ミディアムゲージはそれより一段階上なんです。だからね、指も若干やっぱなんかちょっと圧迫感があるなって感じするんですけどね。で、さぞ弾きにくいんだろうって思いました。そしたらね、これがね、ミディアムゲージでもね、全然違和感がないのよ。で、一つはね、指板ってかね、こう、ネックがちょっとやや薄めにできてるのかな。ただし、結構指板幅はかなり広いと思うんですけど。ネックがやっぱ薄いっていうのと、やっぱそのミディアムゲージ専用にちゃんとこうネックがセッティングされてあるんでしょうね。でも弦高も結構低めにセッティングされてあってですね、ものすごい弾きやすい。うん、ミディアムゲージって弾きにくいだろうって普通弾きにくいんですよ。ライトゲージからね、やっぱミディアムゲージ変えた時は本当にね、うわっと思うもん。一段階上げるだけでも違うんだなっていうのがわかるんです。それでこう指やっぱね、人間の感性ってすごいなと思うんですけど。でね、やっぱでもこれすっごく弾きやすいです。ミディアムゲージなのにこんなに弾きやすいのあんのみたいな。今の言語品はちょっとどうかわかんないんですけど、少なくともこの、もう20年ものになろうとするやつだろうと思うんですけどもね、すごい弾きやすい。で、指板はね、エボニーです。エボニーでね、ポジションマークが全くついてないのね。これがなんかシンプルでいいのよ。でもうね、フローレンタインカッターウェイだからもうこう。カッターウェイなんかついてるからもう最高よ。ね。じゃあちょっとね、アルペジオやってみましょうかね。さっきストロークやってみたんでね。こうミュートした時も非常にはっきり、こうやっぱ6弦と5弦がこれギブソンより俺はっきりしてると思う。マジでもう本当にね、これなんかもらって最高だったなっていうやつなんですけどね、もちろんスケールは25/2/1、つまりは640何ミリあると思うんですけどね、普通のギブソンよりはもちろん長い、標準的、いわゆる標準のねスケールですけれどもね、まあ、本当にまあボディの割にだいたいこうなんかね、大きさ的にギブソンと同じぐらいかなっていう感じがするんですけどね。
まあ、なかなか高級な本当に質のいい材を使ってるしね。でこう今はね現行品ではないアバロンのねあのサウンドホールにいんで、まあ、これはねルックスレビューでもあのアコギのすすめのルックスレビュー13回目でやってますんで、それちょっとじっくり見ていただければ分かるんですけどね、今の現行品は残念ながらねアバロンのサウンドホールないんです。この C09 に関してはね。でこれより一段階上の C10、C10 とも言うんでしょうけどね、があるんですけど、それはね、もっと装飾があってね、あのヘッドのとことかはね、すっごい豪華なインデがされてありますよ。でも全体もこう、アバロンのあの、パーフリングとかもアバロンでこう、敷き詰められて、それは上位機種になる。これはね、ちょっと、1ランク下なんだけど、それでもね、なかなか上質な材を使ってる。だから、装飾を省いたものと、C10 の装飾を省いたものと考えていただいていいかなと思いますけどもね。さあ、今ね、ちょっとラリビーを、まあね、ラリビーちょっと大まかに、ギブソンこう、ああ、すいません、ストロークはこう、で、アルペジオはね、だからこういう。っていう感じ。で、同じアメリカのメーカーのギブソンだとじゃあどうなるのかっていうことで、で、ラリビーはすごく一日を発揮してるけどね、まあ、ギブソンとラリビーちょっと根本が僕はねにちょっと似てるようなとこあるような気がするんですけど、じゃあねあの傍らにちょっとギブソンありますんで、ちょっと、弾いてみたいなと思いますけども、じゃあ弾きなさい4号くん。さあギブソンの J45 ですけどね、まあ、という感じなんですけどね、今ちょっとストロークザーってやって、じゃあアルペジオ、という感じでね、まあこれはもうねずっとサウンドレビューなんかもやってますからね、ちょっと比較してみようと思ってね、ラリビーとギブソン、まあ同じアメリカなんだけど、まあ最初やっぱカナダ、今はもうあのラリビーは、ね、今カリフォルニアの方に移転されてるそうなんですけどね、もともとはカナダのバンクーバーとかあそこいらでやってらしたみたいですけどね。ギブソンももちろんアメリカのほらね、ボーズマンのモンタナでやってるのは96年からなんだけどね、本当はカラマズとかあそこいらでやってたんですけどね、今はもうモンタナっていうところでやってますけどね、ボーズマンという場所ですけど、まあ、こっちはもう徹底的なアメリカマンよ。アメリカマンって言い方があるのか知んないけど、もうアメリカよ。で、こっちはカナダでね。まあ、でもね、やっぱ似てるようなとこあるよね。ただね、やっぱりね、今聞いていただいて分かったと思うんだけど、すっごく低音がこっちの方が、ラリビーの方がはっきりしてる気が僕しますね。で、それってまあ、あとはミディアムゲージとかの張りの問題もあるんでしょうけど、まあ、あとはネックの、まあ、スケールの長さですか。ギブソン J40 の方がちょっとスケール短いですもんね。630mm ぐらいですからね。大体ね。でも1センチの違いって全然違うんだよ。さっき640何ミリあるって言いましたけど、ラリビアね。1センチ何ミリの違いってね、やっぱね、すごくギターにすっごい大きく関わるんですよね。だからやっぱそれじゃびっくりだよね。普通1センチなんか大したことないじゃんって思うかもしれないけど。でもね、やっぱその分全然違うんです。本当に。あとは材の問題かな。トップはもちろんスプルースなんだけど、こっちは1枚抜いたじゃないですかよ。ギブソン J40 はね。もちろん貼り合わせてる。まあ、オール短板ですけども。で、サイドバックはマホガニ。これマホガニですからね。で、シバンローズットですから。まあ、ということでね、まあ、そういった感じで材の違いも大きく起因するとこあるんですけど、でもやっぱり似てるとか似てる。まあ、低音がこう、非常に硬い音がするっていうのはなぜかこう、まあ、新品だからなのかな。そんなことはないと思うんだけどね。ラリビアすっごい中音中発揮しますしね。硬い音ですし。まあ共通してるとこやっぱあると思うんですけど、ギブソンの方がちょっとこうまろやかになるかなって感じはするかな。
ような感じでね、まあ、ギブソンはこんな感じ。やっぱギブソンもやっぱストロークに向いてるよね。アルペジオもなかなかいいなと思うんですけど、やっぱりギブソンはやっぱどっちかというとやっぱギリガリガリストロークみたいな感じ。まあ、ラーリー・ビーもどっちかというとストローク向きな気がするんですけどね。ただね、でももともとでもね、これこのラリビーの C09 に関してなんですが、なんかどっちかというとなんかね、フィンガーピッキング向きのものなんだそうです。まあ確かに一音一音はっきりしてるから、このフィンガーピッキングには向いてるんだなって。でもストロークバリバリよ、これ。マジで。で、こっちの場合、バイオン。まあ、それは時が経ってると思うんですけど、すっごい音も出る。前に出てるね。これ今、ラリビーですからね。という感じよ。だからストロークすっごいバリバリ向いてんじゃないかなって僕は思うんですけどね。しかもミディアムケージ貼ってるでしょ。でもね、ミディアム貼ってても先ほど言いましたようにネックがちゃんとした設定的にされてるせいなんで、ネック魔法外なんですけどね、ネックちゃんとしたセッティングされてるせいなんですかね、すごくリードもやりやすいのよ。普通ミディアムでリード弾くかよって思うかもしれないけど、昔はミディアム多かったんですけどね、すごい弾きやすい。チョーキングなんかも軽くできちゃうもんね。普通さ、ミディアムでチョーキングなんかしないよってする人もいるんだろうけど、最近そんな聞かないよ。真面目にさ、ほんと。ね。俺、これにまたびっくりしちゃったわけ。ほんと、参ったなって感じしますけどね。さあ、じゃあカポつけていってみよう。ニカポ。いつも僕ニカポするの好きなんだよね。で、ちょっとカポつけてじゃあやってみよう。フレーズが出ちゃったんだろうね。ビートルズのフレーズが出ちゃったけど、まあそういう感じね。っていう感じでね、やってみましたけどね。本当にいい感じで。まあカポつけてもなかなかそういう低音の硬さも損なわれず、少なくともニカポに言えることですかね。まあニカポが一番標準なんじゃないですか。あ、そんなことないかな。七カポが標準って人もいるかもしれないけどね。まあそれはいいんですけども、本当に一音一音は本当にもう聞いててもわかる通り低音がもう本当出てるし、本当かっこいい。フィンガーピッキング向きとはいえね、まあ僕スライドでも使う、スライドバー使ってたまにやるんですけど、これね、ね、あ、じゃあちょっと、じゃあさ、おまけでじゃあやってみようか。よし。これスライドって俺もさ、あんまり得意じゃないんだけど、こうビブラート聞かすのすっごい難しいんだよね。もうこんなのしかできないんだけどね。
だからね、これだミディアムゲージでさ、やっぱりちゃんとしたこう張りがあるから、あのオープンチューニングでオープン D でやってるんだけど、あのすごくね、あのスライドでやってもね、なんかすぐ様になるのね、一応一応はっきりしてる。しかもだからね、やっぱすごくいいなと思うんですけどね。まあ今日はこんな感じで、あのスライドもちょっとおまけでやっちゃったりなんかして、まあ非常にフィンガーピッキング向きとはいえね、まあほんとストロークも向いてると思うんでね、という感じでやってみましたけどね。まあフィンガーピッキングもすごく音がこうはっきりしてるから、まあいいなと思うんですけどね。まあでもストロークもバリバリとか、僕はどっちかというとストローク向きなんじゃないかなって気がするんですけどね。まあそういう感じで、あの全然下手くそなこんなこともやっちゃって、そういう感じでスライドにも本当に向いてるという感じのやつなんでね、ぜひね、まあちょっと現行品がどんな音をするかちょっと僕わかんないんだけど、まあ少なくとも材は一緒だと思うんでね、あのぜひちょっとため、ちょっと近くに寄られたら、もしこれラリビってなかなか最近少ないんですけど、もしあったらチェックしていただけたらなと思います。ということで、またねサウンドレビューね、まだ、まあちょっと、もうちょっとギターあるんでね、そういうサウンドレビューもね、どんどんやっていこうかなと思うんでね、ぜひね、ちょっと20分ちょっと長いんですけどね、最後まで聞いていただきたいなというふうに思います。では、また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。